中空軸平行、カルダン駆動方式が使用されている MT55 系直流電動機のカットモデル。A 中空軸、B ねじり軸、C たわみいた次手中空軸平行、カルダン駆動方式とは、電気車の主電動機駆動方式のうち、カルダン駆動方式の一種。1941年に、スイスの電気メーカー、ブラウン・ボベリが開発し、 中立市交通局の路面電車に採用されたディスクドライブ方式が原型とされる。中空軸平行をカルダン駆動方式を上から見たモデル図。A モーター、B 中空軸、C タワミ板ついて、D ねじり軸、E 小歯車、海大歯車、主電動機は輪軸に平行配置して、台車枠に指示されており、主電動機の電気子軸を太めの中空軸とし、 その両端にタワミ板継手を装備して、中空軸の中に一本の駆動軸を通す構造となっており、動力の伝達は、中空軸主電動機出力軸の反対側のタワミ板継手中空軸の中の駆動軸主、電動機出力軸側のタワミ板継手小歯車と伝達される。出力軸を小歯車の反対側から出すことでねじり軸の実行長が確保でき、ねじり、 軸の移動角度を小さく抑えたまま、次手全体としては十分な変異量を確保できるため、車両の上下動が大きくなる高速走行時でも、スムーズに大きな力を伝達できる。主電動機と歯車装置は、共に台車枠に支持され、その重量が台車の軸バネを介して輪軸にかかるため、バネした重量が小さくなり、レールや台車への衝撃が少なくなる。 中空軸を通すためモーターの直径は大きくなるものの WN 駆動方式に比して軸方向の寸法を短くできることから開発当時は特に狂気鉄道に出力の大きなモーターを搭載する場合に適していた中空軸平行カルダン駆動方式の 150kW 直流直巻電動機出力軸にたわみ板継ぎ手が固定された状態中空軸平行 カルダン駆動装置付きの車軸東洋電機製造が日本初の加藤継手による平行駆動装置二種類を1五十二年十一月に京阪新急行電鉄京都線七百五十一で現車試験をした。この試験の結果を受け最初の実用中空軸平行カルダン駆動装置を1五十三年六月に完成した京阪電気鉄道1八百型千八百一。 用として1セット納入した。駆動機構は、モーター側ゴムと、歯型継手、ピニオン側にタワミ板継手を使用した。1954年には、世界初の 1067mm 強気用として、タワミ板継手式中空軸カルダン駆動装置を、名古屋鉄道と南海電気鉄道に納入し、同年路面電車用として、西日本鉄道福岡市内線に投入した線。 にに採採用用さされれたた1957 90年には日本国有鉄道も波系の駆動装置として採用された三菱電機がアメリカ企業のウェスティングハウスエレクトリックのライセンシーとして製造した WN 駆動方式に比べ軸方向の寸法を最小で済ませることができてスペース効率に優れることとギアボックスと電動機の電気子軸の相対位置の 変動幅を大きく取れ、劣悪な軌道条件での追従性に優れることから、狂気の鉄道事業者を中心に普及した。その後タワミ板継ぎ手を2個組み合わせた形状の TD 継ぎ手と中字軸の主電動機を用いる TD 平行、カルダン駆動方式が開発された。一方で、VVVF インバータ制御と誘導電動機の組み合わせが普及した。結果として、 手電動機の小型化が推進されたことから、中空軸平行、カルダン駆動の優位性は相対的に低下し、近似の神経列の電車で本方式を採用する例は、ほとんど見られなくなった。ありがとうございます。